この動画昨日出しときゃよかったなんてちょっと後悔してる。てなわけで明けましておめでとう、学習塾1945だ。今月は2021年高専の追試験の問題解説をする。高校入試の対策にもなるから高専関係ないって人もぜひ見てほしい。てなわけで問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてくれ。じゃあ解説をしていくわ。なんか理科っぽい話なんだけど、前提としてこちらを押さえてくれ。まずこの丸は地球だ。そしてこの地球は地軸が 23.4 度傾いている。串に刺さった団子をちょっと傾けて、その串を反時計回りにぐる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 回すんだよ。これが地球の自転ってやつだね。で、赤道はこの緑の線になるから、この上半分が北半球だね。逆にこの緑の線の下半分が南半球となる。で、この状態で北半球が夏なら太陽はここにあるよ。地球が太陽に向かってお辞儀をしている状態だね。お辞儀をしながらこんな感じで太陽のエネルギーを受けてんだ。けど地球は全身で太陽のエネルギーを受けてるわけじゃない。この赤の線の右半分で太陽のエネルギーを受けてんだ。これがまさに昼だね。逆に左半分は太陽のエネルギーを受けてないから夜だよ。当然昼はエネルギーを受けてて暑くなって、夜は寒い。ストーブで暖をとっても体の表半分は暖かくなっても裏半分は冷たいままみたいなもんだね。まあいずれにしても表、右半分の方が明らかにエネルギーを受けるよね。そしてその部分は北半球だとここになる。北半球全体の半分以上、大半で受けるんだ。地球の北半球は太陽のエネルギーを受ける面積の割合が大きいんだよ。つまりエネルギーを受けている昼の時間が長い。もっと言うとエネルギーをたくさんもらうから暑い夏になる。で、北極近くだと24時間常に昼の状態の白夜になるね。この串に刺さった団子をぐる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 回しても、北極あたりは常に太陽の光を受けている。だから夜にならないんだ。で、これに対して南半球は逆だね。南半球全体の中で太陽のエネルギーが受けられるのはここしかない。逆に南半球は太陽のエネルギーを受けにくいんだよ。昼の時間が短い冬なんだ。さらに南極近くだと地軸をいくら回しても太陽のエネルギーを受けられない。これが24時間常に夜の状態の極夜だ。この図だと北極は24時間昼、南極は0時間昼だ。逆に言えば南極から北極に向かって昼の時間が長くなっていくことを意味する。これをまず押さえてくれ。その上でこちらの図を見てほしい。これは昨日の初日の出の予報の話だよ。日付変更線から西に向かって正月を迎えるから、初日の出の時刻も基本的には東から西だ。この矢印の通りだよ。たださっきと違うのは、正月は北半球は冬だ。だから夏とは逆に北極に近づけば昼の時間は短くなる。さっきの話で言うとまさに南極のところだね。まあ、とにかく冬は昼の時間が短い。短いから日の出の時刻は遅くなって日の入りは早くなるよ。つまり話をまとめると、東に行けば初日の出の時刻は早くなって北に行けば遅くなる。例えばここにいれば6時半に初日の出だ。けどこっから北に行って北海道あたりになると日の出の時刻が7時ぐらいになるよね。この理解も問題を解く上では必要だ。ってことで先ほどの問題を解いてみようか。まず今回の問題、日本の四端の話なんだけど、四端といえばこれだよ。この正しい組み合わせは全て覚えてくれ。覚え方はこんな感じだろうか。東西南北の順番で、みなよ起きてだ。最初のみなは最東端の南鳥島だよ。次のよは最西端の与那国島だね。あと沖の部分は最南端の沖ノ鳥島だ。で、最後の手が最北端の択捉島だね。なんで手なんだよって思ってるかもしんないけど、択捉島の漢字見ると両方手辺じゃん。だいぶ無理やりだというツッコミはやめてくれ。で、これを踏まえた上で地図を確認するとこうなる。まあ、地図なくても解けるっちゃ解けるんだけど、解説のために作ってみた。で、まずは択捉島の特定なんだが、択捉島は最北端のここだよ。で、今回は夏至なんだから夏だ。夏で最も北にあるところなんだから昼の時間が一番長い。そこから択捉島は1番だと特定しよう。で、次は与那国島の特定だ。与那国島は最西端のここだ。
日の出の時刻は東から西なんだから西が一番遅い。だから日の出時刻が一番遅い4番を選べばいいだろう。となると正解はエトロフ1与那国4のイだね。ちなみに3番は最南端の沖ノ鳥島だろう。一番南だから昼の時間が一番短い。そして2番が最東端の南鳥島だね。最東端なんだから日の出の時刻が一番早いというわけではないんだよ。まあ北以外の3つは大体同じ緯度にある。だから単純に日の出の時刻も東、南、西って考えればいい。けど北はこの中でダントツで緯度が高い。その分夏だと昼が長いんだ。昼が長くなる分日の出が早くなって日の入りが遅くなる。だから最東端よりも日の出時刻が早いんだね。ここに惑わされないように気をつけてくれ。ってなわけで今回は以上。高評価とチャンネル登録を頼む。あとコメント欄に今回押さえたことを一つだけでも書こう。書くだけでも定着度が違うだろう。最後まで聞いてくれてありがとう。